きました。ハロウィンということで、今から1時間ほどかけてこちらの毎年ご用意していただいている更衣室有料ロッカー、こちらの方で着替えていきたいと思います。今日もオスカルになります。それではオスカルに変身。はい、ということで着替え終わりました。オスカルいかがでしょうか。今ゲストサービスに大きい荷物預けました。なんかかなり大きかったんで、ロッカーにも入らないような荷物はゲストサービスで1000円で1日預けていられるみたいです。すごい便利。そしてね、見て見て、じゃーん。なんかあのスタッフの方いわく、特別な方にしか渡さないっていう、あの仮装大賞ですって言われてシールをもらっちゃいました。ということで今日は思いっきりオスカルで楽しみたいと思います。そしてね、今なんと、スタッフの方たちと合流したんですけど、今木さんもね今日はコスプレしてくれてます。私オスカルの相棒としてはぴったりなのではないですか。ペガサス、ペガサスよ有効。イエーイ。パパ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 ちゃんと羽も生えてるんですよ、ね、やっぱオスカルといえばペガサスなんでね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様元気ですか。僕は元気です。みんな楽しそう。すごい写真撮ったりしてる。あとめっちゃ私隠し撮りはされる。今着合いで、今着合い、誰かに声かけられるかな。あ、もちろん大丈夫です。あ、私のこと知ってる人。オスカル様。あ、オスカル様です。オスカル様。 ありがとうございます。ロザリーです。ロザリー。YouTube 撮ってる。そうなんでも大丈夫ですか。やったー、おー、おしゃれ。あ、ありがとうございます。あの今 YouTube 撮ってるんですけど、映っても大丈夫か。 ありがとうございます。やった、知ってくださってる方が。私この間、こんにちは。2日目にビューティーワールドの2日目に行けないって、あの、なんだっけ、お返事。ありがとうございます。このところですいません。すいません、嬉しい。あ、お子さんも映って大丈夫。すいません、寝そうな、寝そうな。やっほー。まさかの草組生。ありがとう。あ、バラさん映ってるよ。ありがとう。ありがとうございます。またね、バイバイ。ありがとう。あ、写真撮りましょう、撮りましょう、はい、私のこと知らないけど、オスカルのことめちゃめちゃ知ってる人、ね、素敵ですね。あとまさかの草組生にも会いましたね。嬉しい。どうですか今の手応えは。いやー、ちょっと恥ずかしいですね。私やっぱこういうの基本めっちゃ陰キャなんで似合わないというか、あの苦手っていうことが判明してるんですよね、ずっと。めっちゃ格好パリピですよね。いや、あのやりたがりなんですけど、めちゃくちゃ勇気を出して毎回やってるっていう、そのなんて言うんでしょう、あの R1 グランプリの時からそれはずっと変わらない。やりたいけど勇気がないっていう。だからすごい今めっちゃドキドキしてます。やっぱチキンだなと思いますね自分。何ですか。いや、なんか何もできないから面白いことも言えないし。今物静かになってるのはビビってるからなんですか。そうそうそう、ビビってる。登っていくよ、登っていく。
バラハリーポッター編。オスカルがフランスを越えてイギリスの地に足を踏み入れる瞬間です。オスカルがフランスを越えてホグズミード村にやってまいりました。ここには魔法使いしか住んでいないらしい。ここにいる民衆のように見える人々はみんな魔法使いなのかもしれない。ハリーポッターのアトラクションに入ります。今ならあんまり並ばなくていけるみたいな。ワンチャン杖をもらえるかもしれません。今日は目立つからね。よし頑張るぞ。やりました、やりました。あ、ありがとうございます。杖ゲットしました。選ばれた。私は選ばれし魔法使いだ。さあこれで、この杖で、ちなみに4900円でした。この杖でフランス国名に行こう。この杖さえあればなんて言ったってユニコーンのたてがみが、あれ帽子はユニコーンのたてがみが入ってるらしいです。ヒギン What the hell?ここら辺からゾンビが出てくるんじゃないかな。ビビったビビったビビった。ジェノって聞こえたな。声かけてくれたらいいのにな。声かけて、ね、正解ですよって。そうですよって。わーすごい、なんかあっち人の数がすごい。めちゃめちゃいい席で見られたから
めちゃめちゃ霧がかかってきて面白かったです。貞子は結構楽しいですね。面白い、うん、なんで結構あの怖がりな人でも楽しめると思います。それではここからまたゾンビの世界へ行こう。今宵もまたフランス革命へと誘う旅ご招待していきたいと思います。この USJ とオスカルいかがでしたでしょうか。次回もまたお会いしましょう。自由と平等と友愛の旅へ、オスカル・フランソワード・ジャルジェでした。ボンソワール。本物が来た。ありがとうございます。
スカルだとか宝塚だとか YouTuber だっていう声はよく聞こえたのと、あと何よりも今年はゾンビに間違えられることが多かったですということで今年もね頑張ってオスカルファッションで USJ 散策しました。皆さんもハロウィン楽しんでください。バイバーイ。頭にアンドレを乗せて一周してきました。